腐敗の後に訪れたのは暴虐であった。呂布たちの活躍により権勢を振るった宦官は駆逐される。だがこの総統の中、有力者であった家臣が死亡。一方で西方の豪族董卓が帝を手中に収め権勢を得た。この時呂布は董卓に同調、義父丁原を切りその幕下に加わる。その後董卓は高位の職に就き、帝を拝立するなど専横を極めた。これに対し袁紹、曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成。董卓を打倒すべく要衝古老館へと軍を進めた。董卓は形勢不利と見るや、すぐさま長安への遷都を決定。呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる。乱世の鬼神呂布、その運命はまだ他人の手のひらの上にあった。王戦の部、誰にも止められはせん。アホどもになど付き合っておれんわ。洛陽まで下がり、このまま長安へ絶対じゃ。ふざけるな董卓、向かう奴は力でねじ伏せるのだろうが。やかましい、わしを危険にさらす気か。ぐずぐず言わず、わしを守るのじゃ。董卓を逃がすな。消えろ、このうるさい虫けらどもめ、さっさと追い払うのだ。Damn!
策の出番もありませんが。を炙り出せましたな。ではでは、土砲部隊、攻撃を始めてくだされ。えい、崖の上の兵器が邪魔で進めんわ。さっさと何とかするのじゃ。崖の上からくだらん真似を、俺が叩き壊してやる。やっぱり敵の狙いは崖の上ですな。さあ、学士殿、今こそ出番ですぞ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。手応えがない。ここで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったぞ。
我が知力の餌食になりたいらしい。私は陳旧、あざなを広大と申す者。どうかお見知りおきを。私は貴公の図に義となるものやもしれませんぞ。よく殿、いずれいずれまたお会いしましょうぞ。炎上に待たせたな。戦王もここまで。来たか、曹操。ならば今こそ総攻撃である。狙うは董卓、奴を古老館から逃がすな。炎将め、調子に乗りよって追いつかれる前に包囲を突破するのじゃ。群れたところで俺に構うか。おい、取り残らず蹴散らしてやる。フン、何をしているかよ。こんなところで雑魚に手間取るな。最強を見せてやる。おう、救援か。すまん、本に切るぞ。敵将、打ち取ったぞ。いつもながらお見事な武勇。この俺が相手だ。救援か。
見捨てられたかと思ったぜ。古老館に散る覚悟でした。救援痛み入ります。お前ら死ぬ気で戦え。わしの指示の人が今日だけではないか。イラを見抜いてやる。毛沢を逃がすな。本体の援軍とはありがたい。このまま一息に押し返そうぞ。最強を見つけやる。ここは引く。本体が来てくれたのか。いや危ないところだったぜ。素晴らしいご活躍、お見事です。その勢い、誰にも止められますまい。最強人の戦の重装は一味違いますな。お見事、見せつけてくれますな。何をしておった。足に何かあったらどうするんじゃ。私の知略が破れようと。おお、なんとも勇ましい戦ぶり。我こそは定山の超支流薬神光沢よ、覚悟。何をしておる。さっさと奴らを倒し突破口を作るのじゃ。どうでもいい。敵は全て俺が倒す。これだけのことだ。いざ、この長州と勝負してもらおう。董卓、貴様は毛徳の道の妨げだ。この場で切り捨てる。おお、お前が相手。いいだろう。最強のゴミ捨てる。戦場で遅れを取るとはな。なんという不要。
ったぞ。お見事、見せつけてくれますな。手応えがないな。いやよくやったぞお前たち。うん、分の悪い戦などアホのすることよ。このまま長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは孤狼間で倒れた者たちが。呂布殿、これが奴の戦か。呂布よ、礼を言わせてくれ。お前がいなければ俺はあの時無様に死ぬところであった。ふん、つまらん戦で死ぬことはない。まったく、でかい借りができたわ。